はい、どうも、どうもしーです。今日ね、配達、マクドナルド持ってったんですよ。そしたら、なんか外でね、もうマクドナルドは特に関係ないんですけど、救急車とかいなかったんだけど、なんか消防とどうのこうのとか、ね、外で話してる人がいて、で、マンション入ってったんですよ、オートロックね。そしたら、なんかちょっと焦げ臭いなと思ったの。それで、フロアで降りたら、もっと焦げ臭かったの。まず口から出るぐらい。焦げ臭っと思って、フロア降りたら、なんだろうね。まあ、内廊下のマンションなんだけど、なんか壁のところにね、もうなんか汚れてんの、すごい。すすけてんのよ。わかんない。消防士さんが触ったのか、そのホースがこう擦ったのかわかんないけど、すげえ汚くなってんの。まあ、でもそこで、こう、置き配だったのに、ね、置き配して出たんですけど、もうなんか下の方降りてたら、なんか非常階段のところとかにもう住人とかいるのよ。でももうだから現場検証とかも終わってるから、もう、なんていうの、制圧されて、なんで、火事が終わってなんで、だから火事は多分お昼とか1時とか2時とかだったと思うんだけど、で、少し離れたところに消防車1台いたけどね。で、ちょっと外出てさ、こうやって見上げてみたらさ、部屋から上の階に向けてさ、焦げてんのよね。でもね、まあ、結構行く、あそこどこになるのかな、冬木になるのかな、冬木と富岡の辺なんだけど、結構ドロップ行くとこなんだよね。で、まあ、割と最近できた築浅の、まだ5年経ってないと思うんだけど、新築、築浅の多分ワンルーム、エレベーター1台しかないしね、ワンルームなんだけど、どうしたんだろうね。てか、どうなるんだろうね、あのマンションね。なんか、まあ、真ん中の方だと、この間なんかさ、フェアリー DZ とかなんか、国産スポーツカーが突っ込んだパークアクセスもあったけど、価値はね、まあ、復旧するのも大変だと思うけど、なんか、住人とか、なんかもらえるのかね、見舞い金かなんかね、あれね。いやっていうかさ、新築のワンルームのマンションでさ、火事になる要素はよくわかんないんだよね。だってさ、火災報知器ついてるでしょ、今のマンションって。新しいところって。うちなんかついてないですけど。火災報知器ついてるし、しかもワンルームなんて料理なんかしないじゃん。寝た箱とかかな。漏電？でも漏電とかってさ、なんていうの、何十年とかさ、柵橋配線とかそういうレベルでしょ。まあ、できてそんな数年なんだよ。できて数年でなんで火事になるのかよくわかんない。料理とかするとだから、天ぷら油とか、まあね、昔とかだったら寝た箱とかね。だからさ、タバコも吸わない、料理もしないとかだったら、火事になる要素ないと思うんだけどね。でもなんかぼやとかそういうレベルじゃなくて、もうなんか、ワンチャン全焼してたね。ワンチャンその部屋全焼してた気がするんだよね。ひょっとしたら死んでるかもしれない。そういうレベルで。まあ、うちの住宅もね、10年ぐらい前かな、もうちょい前かな。13回火事になってなくなってるし、まあ、ね、うちの住宅もね、築40何年、50年ぐらいだけど、まあ、何回か火事はあると思うんだよね。2、3回か。それでも2、3回ですけど。でも規模が違うからね。ちょっと嫌だね。なんか、せっかく新築に、築浅に、まあ、あまり駅から近いとは思わないけどさ、住んでたのにさ、なんかこう、ね、福島の原発みたいな感じで、なんかちょっと汚れてしまったっていうかさ、汚されてしまった、汚れてしまった、汚されてしまったって、まさに汚れてたけど、あれってどうすんだって感じでした。で、だからその、価値、私でも、ね、ウーバーも6年ぐらいやってるけど、価値ドロップは初めてだったね。ていうか、そんなさ、価値になって頼むウーバー。まあ、火元で頼んだわけじゃないと思うけどさ。まあ、お腹すくか。で、今日夜しか稼働してなくて、10件しか稼働してないんですけど、うち3件ぐらいね、1軒家があって、もう、全部ハマりましたね。全部ある。1軒目は何だったっけな？あ、1軒目は置き配で、なんかちょっと同じ住所にいっぱいあるんだよ。なんか分かんなかったら連絡してくださいって書いてあって、なんか、その住所に1階がアパートで2階がなんか戸建てっぽかったから、2階ですかって言ったら2階じゃありませんって書いてあって、自転車のカゴに入れてくださいって言って、どこに自転車あるのかなと思ったら、なんか言うからさ、あ、ここだなって。表札とかあれば教えてくださいみたいな、ここ分かりましたって置いたっていうのは1軒目で、2軒目もなんか、行ったら、あみたいな。で、ピンが立ってる家はなんかちょっと名前が違ったんですよ。で、なんとかさんですかって聞いたら、隣から出てきて、あっ、と置き換えだったんだけど、まあ、でもそのイニシャルだけ分かったから、あ、イニシャル、まあ、隣が新築だったし、あ、まあ隣なんだろうなと、分かるよって言われたら分かるかもしれないけど、でも隣にピンが立ってるから。隣にピンが立ってたから。で、最後がね、まあ、2000円だったんだよね。2000円でケンケンと大戸屋のダブルだったんだよ。でね、1軒は割と近くて、2軒目が火災だったのね。荒川の向こうだったの。まあ、大戸屋で、分かるじゃん、もう大戸屋とケンケンだったら、火災まで行くのはケンケンだなって分かったから、まあ、物を見たりもね、大戸屋お弁当行ってこだったからね。まあ、1000円だけでもいいかなと思ったけど、ちょっと欲書いて2000円で行ったんですよ、火災まで。あ、またさ、なんか変なとこでさ、なんていうの、こういう、まあまあというか、一車線の道から、こう、ポーってこうさ、細い、こう、中に入る道があってさ。でさ、まず、で、なんか奥から2軒目とか書いてあってさ、そのピンのとこ行ったんだよ。ピンのとこね。ピンが刺してあるとこ行ったら、違うんで名前が。で、なんとかさんですって言ったら、いや、違いますって出てさ。それでまたね、なんていうのかな、正し書きに書いてあるのがもう一回送られてきたんだよね。その、なんとかの向かいにあってる、なんとかのところを右折したとこですと書いてあってさ。私、よく見てなかったっていうか、あんまりそれ気にしてなかったんだけど、それでちょっと戻って、もう一個下行ってみたけど、なくて、つって、もう一回戻って、あ、この看板か、つって行って、分かったんだけどさ。なんか、まあね、でもさ、看板とかさ、家の色とかさ、夜だしさ、そんな、ねえ、夜だからさ、見えねえって、
わかんないですよね。その看板がどんな形状なのかもわからんしさ。本当に、まあ、1軒目に関しては、ピンは大体合ってたんですけど、ピンは自分の家にピンポイントでさせておいていただきたいんですけど、その目印も嬉しいんですけど、目印じゃなくて私ピンをちゃんとさしておいて、本当だからね、でその2軒目のやつなんか320円の最後はまあ1000円だからいいんだけど、2軒目のやつなんてさ、隣から出てきてくれたやつなんてさ320円なんだよね。いやもうだから三つ男でさ、原野はさ本当割り合わないと思う。いやだマンション名書いてあって、その部屋番号があるっていうのがどんだけありがたいかってことだよね。確かにね、オートロックがめんどくさいとか、タワーマンションがどうのこうのだって言うけど、やっぱりマンションが分かって、部屋番号があるっていうのは、素晴らしい。ビバ、素晴らしいと思ったし、やっぱちょっと鬼門だなと思ったけどね。まあでもしょうがない。キアな時点で、上等で。いや、そもそもさ、何も書いてなかったらさ、一戸建てかどうかも分かんないしさ、あれこれって部屋番号がないのかな、マンションなのかなとか思うじゃん。だから、まあその、部屋番号がない時点でちょっと嫌な感じなんですけど、まあ一戸建てなんだって。一戸建てで、ちょっともう名前も分からんし、ね、そのなんかあるじゃん、そのなんか前輪の地図だとこう、ね、どこの家に誰だとか分かるとか言うけどさ、最後のやつはそれがあればどうにかなったかもしれないね、名前が分かればね。でもさ、その Uber のアプリ側にさ、名前がさ、名字がバーンって出てなかったらさ、前輪の地図があってもダメでしょうね。はい、そんなところですかね。火事と一戸建て怖い。なんか私夜しか行ってないですけど、単価高かったですね。4桁がバンバンなってました、久しぶりに。今週昨日なんか特にね、500円以上がなかったんで、めちゃめちゃ単価悪かったんですけど、今日は良かったですね。なんかどういうあれであれなのかよくわかんない。どういう加減でその値段がさあれなのかよくわからない。よくわからないですね。はい、以上。どうしましょう。